皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。今日はベーコンさんのコースをやっていきたいと思います。いただいたコメントはこちらです。難易度はさほど高くなく40分くらいでクリアできました。指痛い。ダイエットにぴったりなコースとなっております。で、難易度は6。これは10段階中ってことかな。で、所要時間は1時間。では早速やっていきたいと思います。ベーコンさんは前にもコースをいただいて結構作り込まれてたので、今回も作り込まれてるんじゃないかな。ここは早速壁ジャンプかな。壁、おっ壁ジャンプ、ここ気をつけないと。ゲイ、こんな感じ。あー、持ってくんだ。よいしょ、オッケー。でバネ持って上行く。見えない。どこどこ、下で、え、難しいなー。まあ、ここは慣れてきたけど、あそこピーがなー。よし、いくよ。オッケー、できた。よし、ダッシュ。よしよし。あー、ちょっと待って。いやー、間に合う、お願い。あー、嘘でしょー。ダッシュ、間に合うかな。いけ、よしよしよし。で、あー、よし、それ。おー、いけた。オッケー。で、ダッシュ、ジャンプジャンプジャンプ。あー、うそー。もう2時間ぐらいやってるよ。いける、絶対いける。あそこは絶対いける。あそこはトゲが見えない、トゲはない、絶対いける。おし、え、なに、うそ、トゲがある。オッケー、ここですよ。はい、オッケーオッケー。はい、そしてここ、オッケー、気をつけて、お願い。よし、はい、あー、来ました、来ました。あー、神様。いや、嘘でしょ。いや、めげないめげない、絶対めげない。いけるいける。よし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 、いけいけいけ、オッケーオッケー、いいよ。よし、うんうんうん、いい感じですよ。よし、ここ、気をつけて、オッケー。よし、オッケーじゃない。気をつけてね、落ち着いて、普通にジャンプしよう。オッケー。いやー、クリアできました。いや、これ何時間、3時間半かかりました。ラミーさんのコース、いただいたコメントはこちらです。短めのスピードランです。少し難しめです。動画にしてくれたら幸いです。ありがとうございます。こんな感じだよね。で、行く。で、かぶって、降りる。あ、で、ドア入ります。あそこへ、最初に戻る。で、上行って、ぴょん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 。ぴょんぴょんぴょん。で、ここドア入る。B、K。で、うー、で、ここ、ゲイ。こんな感じですか？お、ゴールだ。はい、じゃあ次はタスジャンがどうしても無理な方へ。コインがある方がこれやりやすい。それ、オッケー、できました。もうこの矢印とコインのおかげでできるようになりました。いやー、ありがとうございます。はい、続いてはヨウムかわいいさんからいただいたコースになります。いただいたコメントはこちらです。結構簡単にしたつもりです。頑張ってください。
ありがとうございます。一番乗り目指して頑張りましょう。いや、これ簡単なコースですか？ヨウムかわいいさん、これは結構難しいですよ。で、どこ行く？ん？あ、ここで待ってればいいのかな。ここで待って、で、あそこにジャンプする。オッケー。で、上登って、で、怖いな。あ、で、下降りて、で、また壁ジャンプね。よいしょ、どこしょーで、怖い。あ、土管見えました。で、入る。次は、お、なになに、スターで、スターで駆け抜けろ。いけいけスター。お、え、場外、あれ、いける、あ、いけるか。あ、びっくりした。で、Pを踏む。うわー、オッケー。怖いなー、土管は入れない。怖い怖い、あ、ドキドキする。オッケー。やば、ここ結構難しいよ。怖いよ、こういうの。うわ、危ない。よいしょ、よし、行けました。どっち？上上にしました。で、なんだ？あ、バネジャンプだね。よいしょ、おー、届かない。うわ、あれ来ました来ました、壁ジャンプ、壁ジャンプじゃない、バネジャンプ。お、もうゴール、あそこうまくいけばゴール。怖いけどね、上見えないから。いけるか。あ、こんな感じか。あ、大丈夫、ここはじゃあ壁伝っていけばいい。クリアしました。簡単なコースではない。あ、これは千早さんじゃないですか。千早さん、はじめまして、アスカです。じゃあこれやってみようかな。いくぞ、よいしょ、ジャンプ。お、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 あ、いける、いけますよ。はい、よいしょ、よしよし、クリア。はい、じゃあ次はとても難しいコースのいいねランキング第5位やっていきたいと思います。レッドスターさんで Don't Look Back D。 え、なんか今かっこよかったね。一回向いてみる。あ、 OK、 コインに変わっちゃいました。絶対に向いてはいけない。あ、取れない、カメヤンが。カメヤンが取れないけど、いける、平気。カメヤンが動くまで待とっか。カメヤンでも登ってこれないから。これ見て、レールを使って、いける。バネとレールを使って、お、斬新なアイディア。うわ、すごいねこれね。よいしょ、これ本当にすごいね。ちょうど戻してくれるんだ、今のバネも。これは、あ、テレサさん、テレサさんが来てるよ。嘘でしょ。 あれこれは、え、これどうすんの、左上に行くのかな。へえ、この青いの使っていく。あ、あ、バネか、このバネ使っていくのかな。おお、すごい、なにこれ。あ、でも入れない。ありゃ、あ、で、左向けばいいのか。へえ、すごいねこれね。でも、もう今度はこっち向きだよ。ん？今度は右向きなんだね。右を向いてはいけませんよ。よいしょ、怖い。うおぉ、やばい、テレサがいる、あそこに。よいしょー、わ、すごい、なんじゃこりゃ。あー、やっちゃった。コイン通りに行く。あ
いいとこにいるね。カメヤン。これはアスカの実力が出ませんよ。よし、あ、いけすごーい。あ、次は、後ろ向いちゃいけないんだよね。あ、オッケー。これはもういいってことか。あー、すごいです。はい、じゃあ次は詐欺師に騙されたマリオ。騙されたら星を押そう。詐欺師、今金って書いてあったコインで怖い。アスカを騙そうなんて100年早いわよ。お金に釣られてはいけないっていうことね。おにゃん。あ、そういうことか。え、いやー怖い。したかもね、今のとこ。ほら、これが普通の題名だったら、あそこの土管、よいしょー、届く。よし、クリアじゃない。あそこなんか左側あるけど、ダメだよね。ダメだよ。やったー、クリアン。クリアしましたー。やったやったー。今回はおちょさんの突撃ブロックポッコンの小部屋をやっていきたいと思います。で、パンを使って、で壁も使って、こうでドア入る。で次もね、結構パウ使いいの、壁使いいの。2個投げてこんな感じか。でいけるか。OK。 次はよしよし中間です。これはパウ持ってで、こんな感じ。今何にも喋れなかった。カロンちゃん、カロンちゃんをまず踏んでいく。 OK。 で上のバーで入る。よしよしよし。で、ん？これは普通に行くのか。でここは、あ、そうで、ほら、ここ右側がもうゴール。で、この下が難しいコースなんですよ。いけるかな？ここは全く未知の世界。ちょっと待って。一回行ってみましょうか。くるりんで。で、いや、あ、入るのか。オッケー。で、ん？あー、よし。今度こそ決める。で、取る。あー、届かない、届かないな。で、ここはどうすんだ。ここはこのまず上に乗って、で、あのブラックパックンかわして、で、パウを台にしてドアに入ればいいのかな。ここね、きっとそうだよね。取れるか。あ、取れました。よしよしよし、ここだ。お、いい感じ。お、あ、でき、あー、よし、はい、ここですよ。かわす。で、土台、おー、入りました。あー、きれいきれいきれい。花火が祝福してくれてます。ありがとう、嬉しいなー。あー、ゴールです。あー、よっしー、よし、来てくれた、ありがとう。よし大好き。はい、じゃあ次はヨッシーズニューサファリ。サファリパークですか。行ってみましょう。フッチーサファリパーク、ゴー。行ったことありますか。あ、
ヨッシーがサファリパークの中入ってるみたい。倒さないけどね、実際は。あ、でもそうだね、森の中だよ、ここ。次は、パタパタが見えてきました。パタパタは、なんと、3000年前からも生きているんです。みたいな、こんなガイドが流れる。やばい、これ嫌いよ、私。あ、なになに？何に変身？よしでーす。次は、あ、あれ？次はなんだ？クッパタン。クッパタン、これ。なんかちっちゃく感じる、すごく。クッパタンじゃない。クッパタンだよね。クッパタンだ。おっとー、来た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 。クッパタン。こんにちは。クッパタンとヨッシー、同じみたい。仲間。お母さん。あ、来い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 。お母さん、僕だよ。あー、やめてー。あ、マリオタンにバレた。やばいやばいやばい。逃げろ逃げろ逃げろ。ボムちゃんで退治だ。うりゃ敵にやられちゃうな、仲間にやられちゃうなんてかわいそう。次は、はい、中間戻ってきましたよ。よっしーですよ。次は地下ナイトサファリです。夜の動物園はどんな動物がいるのでしょう。熱帯雨林コーナーですね、ここは。怖いな、爬虫類コーナーだよ。爬虫類コーナーだよ。サボテンだよ。あー、やば。これもやばい、やばいやばいやばい。降りよう、降りよう。やばい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 。今チャンス。あー、ダメか。え、でもどうやって行くの？こっからはウォーキングコースかな。サファリパークは降りちゃいけないんだよ。窓も閉めないと。あ、上か上か。はい、了解しました。上ですよ。はい、熱帯雨林コーナーの大ボスはやばい、サボテンちゃん。次は怖い、こういうの怖い怖い怖い。大きいのって本当に怖い。カメちゃん、やば、上から行こう。挟まれないように気をつけないと、あんまりもたもたしてられません。うわー、気持ちいい。にゃっ、うりゃ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 、にゃっ。あ、これでやんないといけないのね。いた、お母さんがいた。お母さん、僕だよ。よいしょ。いけー、直撃。来た来た、来ました来ました。よし、鍵ゲッツ。でも、あ、お母さんはい、次は、あ、これラック。うわー、怖い。ちょっとお墓風、ホーンテッドマンション風ですね、これは。きゃー、怖い怖い。あ、大ボスがいる。ヨッシーのお父さん。お父さん、お父さん、しょってるよ、大砲しょってるよ。あー、怖い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 。やばい、炎がちっちゃいけども。あー、あ、嘘。あ、怖い。トゲちゃんがさ、来るのよ。あ、危ない。よし、あ、いけ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 、今今今。よし、これあり。よしよし、逃げ、やっけー、逃げつつ逃げつつ、よいしょ。おー、あー、そうね、クッパを出す前と鍵もらえないか。よいしょ、いけ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 。よし、あれよ、ギーカーがないよ、ギーカーが。よし、チャンス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 タイム。よし、あ、いけ。うわー、高さが。よし、あれ、いけ。オッケー、もう一個、こんなところからは脱出だ。よし、ニューサファリー、ついに感動のフィナーレを迎えました。じゃあ次は
コマダンさんのコースです。いただいたコメントはこちらです。コマダンからの挑戦状テクニカルコース、空中バネジャンプなどなどあらゆるマリオテクニックを駆使して突き進むコースとなっております。クリア率は 0.7% なので、そこまで難しくないかなと思っております。なかなか爽快感あるコースになってますので、ぜひやってみてください。頑張ります。じゃあ、あらゆるすべての私のテクニックを駆使して行きましょう。トスジャンプがあるコースは無理。プレッシャーに弱いんです。あ、できるかな。緊張してきた。よいしょ、オッケー。あ、これはくるくるちゃんだね。よいしょ。もうやばい、焦るよ。ほんとだ。あー、痛恨のミス。もう引退じゃないのかな、そろそろ。よし、もう落ち着いていつも通りやりましょう。なんかね、一つ一つを丁寧にやっていけば大丈夫なんですよ。ん？くるくるどうすん？よいしょ、よいしょ。そうですね。え？間に入れる？オッケー。で、パームで倒して、これもパーム持ってけばいいんだよね。ちょっと待って、これは左向くと、ちょっと待って、ごめんね、うじうじしてて。よし、オッケー。で、これなんだ、なんでしょう。亀さん、あ、パー当てるんですね。よし、オッケー、オッケー。お、でバネ、よし。あ、惜しい。いや、でもだいぶ進んだよ。恐怖ゾーンが終わりました。亀ちゃん、またまた借ります。いけるか。よし、次は何ですか。ちょっとあまり高めはダメですね。こんにちは、こんにちは。あ、見て、ゴール。あー、来ました。危なかった今。メーラさんの疾走マリオ2やっていきます。いただいたコメントはこちらです。またサクッとクリアしてベストクリアタイムを出しちゃってください。ありがとうございます。よいしょ、いけ。よし、クリアなるか。あれ、大丈夫、いける。足りない。いけ。あ、いや、今度こそ行きたい。お願い、オッケー。おたぴーさんのコースやってきます。いただいたコメントはこちらです、コース名、走れマリオ隊長、ランマリオキャプテン。コース詳細で、鬼畜要素はないですが、長いコースなので、プレイしていただければ嬉しいです。はい、長いということですね。でも、鬼畜ではないので、ということなので、ちょっと安心。ん？これ、ピンクコインが結構あるけども、ピンクコインを集めるっていうことですか？オッケーです。1枚ゲッツ。よいしょ。おー、これは絶対楽しめるはず。あるかな？どこに？来た来た、モグラさん。モグラさんの走りが好き。うわ！で、どこ行きます？これはなんだ？あ、優しいですね。よいしょ。迷路みたいになってんのかな。お、ピンクさん。迷路ちゃんかもしれない。おっつ。よいしょ。あ、言っちゃった。大丈夫、でも。絶対すぐ。あ、落ちるかと思った。あ、優しい。鬼畜ばっかりやりすぎてるから。絶対罠があると思った。よいしょ。で、次はどこですか？どっち行く？お、コインゲッツですよ。
だいらないよね。大丈夫だよね。うわっでかクリボーちゃん。クリボーちゃんだっけあれ。なんだっけ名前。チョコボールさんだっけ。ここに隠しが、コインのところに隠しがありそう。ほら、あ、ここは違う、ここは違う。よいしょ。OK! ほら、コインを通っていけば絶対いいことある的な。あ、まだ足りないね。足りないかー。コインを探す旅ですね。あ、4枚しか止まってない。探す旅が長いです。よいしょ。OK! わー、怖い怖い怖い。びっくりした。あれにの、これに乗るんだ。おいでー、それ。よし。あ、上なんかあった。なんだ。お、さすが。で、ここもコインをたどるといいことがあります。お、ありました。オッケー、あと4枚。ん、これ落ちるよね絶対ね。クラクラって、よいしょ。おー、見て見て、なにこれ。あー、すごいすごい動きしてた。よし、ありました。あと3枚。お、これはジャンプ、うまくジャンプ。お、これ下なんだろう。おー、いい人。次は、あ、パワーが必要だねこれね。パワーある。あ、これパワー来る。あ、よし、君がいればもう僕は何でも。あー、ちょっと、せっかくヨッシーと一緒だったのに。危な。あ、これ最初のところだ。あ、しかも鍵ゲットしました。よし、行こう行こう。2周目だねここね。あったよねさっき、あそこにドアが。よいしょ。これで死なないように。これ中間ないからね。焦らないで、本当に。落ち着いて。怖い。どこだったっけ、ドア。もうすぐな、きっとはず。こっちだっけ。怖い、無理危ない。落ち着いて、本当に落ち着いてね。絶対死なないよ。死にたくないよ。よし。怖いね。ある意味鬼畜。やばい、心拍数がドキドキしてる。こういうとこでボンミスするんだよ私は。本当に。よし、大丈夫。あ、ありました。あ、やばい。こっちか。よいしょ。 OK、クルリンパで消します。 OK ですよ、落ち着いて。ついにフィナーレ。やばい、花さんにやられないようにね。よし。あ、わあ、やばい。大丈夫、思い出さない、さっきのことなんて絶対思い出さない。よし、 OK、絶対思い出せない。ちょっと力入りすぎ。リラックスして。はい。お、なんと。あー、よかった、嬉しい。ファイアーマリオになれただけで幸せ。ん、あそこにゴールが見えますが、入る。大丈夫大丈夫、だってまだ大きいマリオだもん。よいしょ。普通のコースだよ。よしよしよし。よしよし。ほら、フラワーターン。カロンちゃんだって怖くない。よいしょ。大丈夫。よし、オッケー。怖い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 。おぉ、何？羽生えてる。びっくりした。鍵ゲッツ。よし。ほら、やっぱり優しい作りになってる。あ、ピペ戻るの怖い。でも大丈夫、ゆっくり落ち着いて。
よし。よいしょ。大丈夫大丈夫。まだ大きいまま。ダッシュ。よいしょー。ジャンプ。落ち着いていこう。大丈夫だから。オッケー。でもリラックスしてね、行けば絶対できるから。オッケー。え、これいいんだよね。くー、まだまだありそうだよ。やばい、怖い。あそこに鍵ある。よしよし、大丈夫。ほら、普通のコース一緒にね。ちょっと待ってーって。よしよし。で、お、そうだよね。やばい、時間もない。大丈夫、でもこんな、そんな長くない。いい、怖い、びっくりした。よいしょ。え、ちょっと、うわー、戻るの？ということはバネが必要。置いてきちゃダメか。持ってかなきゃ。うわー、持てない。よし、オッケー。よし、帰ろう。よし、はい。58秒。大丈夫、全然大丈夫。58秒。だって1分ある。落ち着いて。よし、大丈夫、全然大丈夫。余裕、私ならできる。 OK。 30秒。あ、ちょっと大きく。よし、大丈夫だよ。 OK だよ。そのまま行こう。カモンカモン。パーで入れる扉があったね。あー、ダメだ、時間が。うー、にゃ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 ー。ここはね、どんどん進んでった方がいいね。キノコとかね、取ってから時間足りなくなっちゃうんじゃないかな、多分。まあ2周目があるから無理して取らなくていいよね。うん、とりあえず行けよ行けよ、行くとこまで行こう。いや、でもちょっとロスしてるな。大丈夫かな。うわー、あー、取れなかった。危ない。まあ、まあいいか、落ち着いて行きましょう。ゴールがね、まだ見えてないからね、どんだけ先があるかわかんない。あ、ちょっと詰まっちゃった。落ち着いて。まあいいね、大丈夫。これぐらいのロスなら大丈夫だと思う。あー、ちょっと焦っちゃう。落ち着いて、なおかつ迅速にフラワーを取る。はい、オッケー。まあ、ここはね、早く行ってもしょうがないから、落ち着いて倒して、大砲に乗る。おいでおいで。よいしょ。まあ、どこをゴリ押すかが重要。ここは先に落として、で、上行く。で、コイン取って、ここゴリ押そう、この、ちくわばねちゃん。ゴリ押しで、落ち着いていきましょうね。コイン取って。2周目の緊張感はね、やばいよ。ここ早く入りたいね。2周目早く欲しい。せーの、ジャンプ。バイバイ。よし、2周目来ました。フラワーちゃん取れる。よし、あー、ちょっと。よし、 OKOK ですよ。いい感じですね。あ、でも結構早いんじゃないかな。ま
ここは当たっちゃったら後でトレリオに出しておこう、キノコね。いい感じ、スムーズ。あー、やっちゃった。まあそんなに気にしてはいけない。よし、手前叩いて、奥叩いて。ここね、2個いっぺんに叩いたらね、大惨事になりますから気をつけてください。あー、詰まったけど大丈夫。オッケーオッケー。ふー、入っていきましょう。ここはフラワー取らないといけないから、取って倒す。オッケーオッケー。で、土管にダイビング。えい、よし、ここね、後でフラワー取ろう。なのでここはゴリ押しでいこう。よし、フラワーゲッツ。で、ピペを取る。これピペがね、頭から離れない。前回ピペをや、ピペという名前を覚えたから、ここはゴリ押しで帰ろう。キャッケー。もう一回ここ食らっちゃってもいいよね。ゴリ押し、ドッスン出してフラワー取ろう。ダッシュ。おー、食らわないでいけた。ラッキーラッキー。よし、ピペを踏んでいく。残り244秒か。いや、結構早いんじゃないですか。おお、あ、トゲさんは死にませんでしたが、殺そう殺そう。ピペ出す。で、置いて踏む。パワー持って帰ろう。落ち着いて帰りましょうね。よし、鍵ゲットですよ。残り218秒。結構早い。あー、危ないよ。落ち着いて、本当に。もう一周ですね。ここは冷静に踏んでいくことにしました。うん、ここね、何回も死んでるから落ち着けばいいんだよ。ここはゆっくり、よいしょ。ふー、ここがゴリ押し。ここ一応取っとこうかな。ここは取っていこうね。で、ここ冷静に、よいしょ。オッケー、来ました。ほら、ドアやっと入れたよ。お、やっぱ続くよね。どうしよう、ゴリ押す？いや、わかんないからね、やめとこう。あ、ちょっと待って、ゴリ押しで行けばよかった。あ、ゴールだ。いやー、やばい。超超超感動のフィナーレです。いや、疲れた。2時間半かな？はい。今日は OKR さんのコースをやっていきたいと思います。いただいたコメントはこちら。トラップアドベンチャー。ま、トラップアドベンチャーというスマホゲーム、ちょっと動画で見てみたんですが、マリオに似てましたね。お、そう、こんな感じになんかね、飛ばされちゃって死に方とかすごい面白くて。あ、こんな感じ？まず上に何もないよね。ピョンって行けばいいのかな？普通に。よいしょ。おー！届かない？届くよね。よいしょ。ぷいーぷいー。オッケー！おおおお。よし。怖いけどね、かなり。よし！オッケー！で、上。空中感欲しい。怖いよ。ほいっと。ここも、やば。あはい。気をつけて。オッケー。ん？いけるか？大丈夫。慣れてきた。よし。ここか。集中。おーし、危ない。今当たったかと思っちゃいましたよ。素早く、よいしょ。 OK。 怖い、滑る。これ左側行って超ダッシュしなきゃダメじゃない？戻んの怖いっす。おお、よし、行きます。ほっほっ、当たんないように。あ、感動のクリア。あー、よかった。はい、次はウィバーンさんのコースやっていきたいと思います。
パウパウパウ。よし、日本動画もいただいたということで、一発クリア目指して頑張ります。日本動画はかなりありがたいですよ。嬉しい。よいしょ。いや、頑張ろう頑張ろう、絶対行くぞ。よいしょ。1個すごいね、可愛い場面があったんだよ。どこだっけ、あ、ここら辺、もうすぐ。あ、ここここ。これパウ。あ、見て、図のようにしてって。ほら。可愛いでしょ。運んでもらってます。よいしょ。オッケー。あー、間違えた。土管入って。ダッシュ。これね、パウ自分に投げるんじゃなくてアタックするやつで、すごくいいね。あー、よし。で、あ、これはアタックか、パワーアタックだ。で、ここを OK。 うん、で、これ左行く。で、倒して左、右行って、うん、あ、ゴー。はい、じゃあ今日はいいねランキング、とても難しいコースの12位、激ムズ、これは作った本人しかできない、5月25日まで休むわさん、もうそろそろ復活してるということですね。え、ちょっと待って、これ普通に行けばいいのかな。あ、キラーさん、キラーさん追いかけなくて平気、まあいっか。あ、待って、クッパちゃんの炎が、いけ、ちょうど当たっちゃう、そこ、よし。で、あ、普通に行けばいいのかな。キャー、嘘、ちょっと待って、あ、コモメイさんがあんなところに、わかりました。オッケー。で、登る。気をつけてね、トゲトゲに。え、なに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 、トゲトゲが見えた。いやー、こうなったらベストタイムを狙うしかない。結構時間かかっちゃったな。いけるか。よし、クリア。極めろ、幅広壁キック。はい、まずは超超狭いコース、じゃ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 ん。はい、次はちょい、まあこれ通常な感じだね。で、ちょい幅だね。どんどん幅が広くなっていくんだよね。これ行くと給料がもらえます。ほら、1回登るごとに1コイン、もう6円ですよ。あ、結構幅広いね。よいしょ、 OK、 ありがとうございます。おお、これはよしよし、オッケー、危なー、絶対一発クリア目指す。よいしょ、一発クリア目指すというか死ぬところはないか、タイムアップ以外。こりゃ幅広だよ、進んでない気がします。1ミリの1ミリの世界。あー、はい、来ました、ラスト。次ラスト、絶対ラスト。ありがとうございます。絶対これ無理だね、っていうか隣もある。やば。え、あ、でも結構短い短い、うん、いや、ありがとう、親切設計。クリアできませんよ。あ、絶対いける、次。はい、 OK。 ふう、次よ、怖い。ゴールですが、よし、よ、うん、これは確実に下がってきてました。
はい、じゃあ次は浜崎橋ジャンクション。浜崎橋ジャンクションってあれじゃない？浜崎橋ジャンクション12キロの渋滞。ここすごい混むところだよ。ラジオ聞いてるとよく出る。にゃー、浜崎橋ジャンクションにこんなのいたら怖い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 。何？なんでだろう、浜崎橋ジャンクションの近くに住んでるのかも。はい、次は？急いで。ダッシュ。やば。テレサさん。くー。で、次はドア入って。お、こんなところにもうコイン。やばいやばいやばい。あー、怖い。天井が降りてくるシステム。ふぅ。もう、各部屋にいろんな敵がいるんですね。おー、たた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 、ランニングマシーン。次は？はい。次は、ここだ。よしよし、スピンでしょ？次は、もうそろそろいないんじゃない？いやー！あー、奇跡。よし！やばい。やばいやばい、早く食べて。で、行く。よし、がいればもう大丈夫だよ。ああ、と思ったら、怖い怖い怖い。炎、絶対出るよね、あれね。ん？おお、いい感じ。やばい。はい、よし。オッケー。ふぅ、怖い、ドキドキ。やばいやばいやばい。せーん、よし、びっくりした。え、びっくりした。これゴールだと思ってさ、ピュンって飛び込んだらもう上からクッパダッセーン。石橋を叩いて渡らねばいけませんね。はい、ありがとうございます。迫り来る峠像。よし、この峠像ちゃんと一緒にね、行きましょう。おいでおいで、僕についておいで。おい、おいで。立ってる、今立ってたね。ほら、ちょっとホテルマンみたいな感じで立ってるよ。手を前にして、ほら、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。カウンターの席でよろしいでしょうか。一名様カウンターにね。わー、あぶな、危なかった。当たったけどすぐ帰れさん。当たったけどすぐいらっしゃいませ。トゲトさん待って。いい感じですよ。怖いよ。トゲトさんに踏んでもらう？やっぱ。それか、そうだね。んで、P の効果が切れる前に、行かないと。 OK、 クリアです。はい、じゃあ最後にバネありコーラジャンプ10連続チャレンジ。コーラジャンプを極めろ。よし、大きくジャンプ、高くジャンプ。あー、よし、大丈夫。これでクリアしてみせる。よし、オッケー、よし、いいですよ。これでクリア。オッケー、ナイスコース。今日は100人マリオチャレンジ、久しぶりにやっていきたいと思います。まだね、これクリアしてないんですよ。とても難しいコースは。いや、でも今のアスカのレベルならクリアできちゃうんじゃないでしょうか。ザ・ミステリアスピペ。ピペってミステリアス？謎解き系かな。困っちゃう、ピペ。よいしょ。おお、ピペが出てきましたよ。うわ、絶対謎解きだよ。すぐゴールが見える気がするんだけど。これを壊す。よし、いけますね。
お、中間です。パオがいるよ、あそこに。ダッシュで行く？怖いよ、やだやだ、おっきいね。ちょっと無理ですよ、近い近い。ここ気をつけましょう。よし、もうサクサクいっちゃうのがいいね。よしよし、スパナ父さん、よいしょー。で、あ、ここ気をつけないと弾き飛ばされる系ですね。よし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 、いい、突っ走ろう。どん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 どこどんどこ、オッケー、よいしょー、いい感じですよ。はい、オッケー、いいよ。あ、ピペがない。ピペ、ピペがないと入れないんじゃない？オッケーオッケー。次はいいね、キノコが続々と出てきてくれるのがありがたい。わーわーわー、どうやって、やっぱピペがないといけない。ピペさん、あ、ピペさんが上からうわーんって、耐えろっていうことだ。あそこで、このゾーンで、おいで、背中が熱い。あ、来た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 、これをね。あ、でも大きいから大丈夫。ピペー、よし、で押す。やばい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 、キョ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 、落ち着いていけば絶対大丈夫。よしよし、いけ。で、ここ怖い怖い怖い、よし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 、怖い、どうしよう。よしよし、来た。まず大きくなって、あ、で、あ、で、ここはどうなの、怖いです。ピペがいっぱいいるよ、いっぱいいるよね。よし、やりました。よし、クッパにさ、ピペをクッパにこのブロックをどうしてもらおう。もうちょっと左に回ってるはずだ。よしよしよし、オッケー、見て、待って、次で乗れない、上がれない。よし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 、あ、ゴールだ、よかった。ピペゴール、ナイス。鬼畜が来ますように。カルボナーラのせし、え、あ、これは、お、楽しそうですね。ん、まずはこれでバネジャンピョンピョン、あ、違う、クマちゃんがいる。おそらくバネを投げていくんだね。こういうことですよね。で、ジャンプ、オッケーオッケー、あー、気をつけよう。よし、これは左、よし、くるくる、よし、ん、なんでしょう。お、船ですか。よし、あ、ピーヤンがいる。ピーヤン、ピーヤン持ってく。メットちゃんはないよね、特に。うん、あ、オッケー。あ、上に乗ろっか。よし、うん、あそこ怖いね。オッケーオッケー。あ、ダメだ、上行けない。この P で、よし、なるほどね。ん、大丈夫だよね。おー、そういうことか。ほい、オッケー、よし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 、来ました。お、やったー、クリアしたー。まさか、難しかったよ。54期からのスタートですね。第3話目、ハンマーブロス VS マリオ。いや、ブロスちゃん苦手、キャー、うっそ、怖っ、やだ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 。え、鍵が必要。あ、最初のさ、ブロス倒、いや、倒せないよね。どっかに隠れてんのかな。あ、耐えるのかな。ちょっと耐えてみよう。
うおーうまい。あ、鍵が来た今。やばい、マリオがいなくなっちゃうかもしれない。いけるか。おー、いけた。よし、来ました。よし、10機しかないけど練習普通？練習普通ってどういうこと？わっ、ちょっと、もう2機しかいない。で、いく。おー、なんというミス。もう最後に決める。本当に決めちゃうよ。で、いく。お、いく、絶対いく。うもう、いやー、ゲームオーバーになってしまいました。あ、アスカ専用コースっていうのがある。アスカ呼び捨て、男デッサン、アスカと呼んでください。いやん、ちょっと待って。あ、これは大好きなくるくるポンじゃないですか。くるくる、怖い、上からハンマーヤンヤンが降りてくるから、待って。わかったよ。よし、いくぜー。よいしょ。で、次はカロンちゃん。カロンちゃん、ごめんね。こんなにしてごめんね。怖いよ、そんなに来ないで。え、待って待って待って。オッケー、よし。おー、中間、ありがとう。あ、これかぶろう。で、怒った花ちゃんいますよ。うわわわ、怖い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 。あ、待って、怖い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 。あビデッシュ、ちょちょちょ、あ、ゴールやん。あれ、クリアー。いや、ついに登録者数が900人になりました。皆さんありがとうございます。1000人になったら1000人イベントでちょっと何かやろうかなと考えているので、皆さんどんなイベントがいいか、もし何かあればコメント欄にお願いします。もし動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。それではアスカでした。バイバイ。皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もマリオメーカー、ちょっと曲げない、ちょっと、今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。スーパーマリオメーカーやっていきましょう。違う。